ロールスロイスのロゴマークロールスロイスの起源は、1906年3月にイギリスで設立された製造業者であるロールスロイス社であるが、現在は相互に独立した以下の2社となっている。1973年に設立され、航空機エンジンや船舶、エネルギー関連機械などを製造、販売しているイギリスの工業メーカー。 ロールスロイスドイツの自動車会社 BMW が1998年に設立し、ロールスロイスブランドの乗用車を製造、販売している自動車、会社1906年3月に設立されたロールスロイス社は航空機用エンジンや乗用自動車の製造を行うイギリスのメーカーであった。1931年には同じイギリスのスポーツカーメーカーであるベントレーを 買収するなど規模を拡大し、特に乗用車製造においては高級車の代名詞となった。しかしながら1960年代になると乗用車製造における技術革新の遅れ、さらには新たに開発、発売した航空機用ジェットエンジン RB211 による損失の拡大などのために経営が悪化した。そのまま1971年4月に経営破綻。 イギリス政府によって国有化された。1973年、国有会社となっていたロールスロイス社の内自動車部門のみが分離され、イギリスの製造会社、ビッカースに譲渡された。この再び民営化された自動車部門は、ロールスロイスモーターズと命名され、ロールスロイス社の製造、販売を継続することとなった。1998年、ビッカーズは、 ロールスロイスモーターズの売却を計画、最高額を提示したフォルクスワーゲンが、その買収に成功した。しかしながら、この際、ロールスロイスのブランド名やロゴタイプなどは BMW に譲渡されるというねじれが生じている。その後、フォルクスワーゲンと BMW の協議の結果、2003年1月からは、ロールスロイスの製造販売は BMW が、 ベントレイの製造販売はフォルクスワーゲンが行うこととなった。BMW は同年、ロールスロイスモーターカーズという自動車会社を設立、社屋や工場を新築し、独自に開発したロールスロイスの製造販売を開始した。一方、国有企業として残存したロールスロイスでは、航空機用エンジンや船舶の製造などが行われていたが、年に、 再度民営化され、新生ロールスロイスとして、現在に至っている。ロールスロイスは贈賄等で、ロビー活動をして汚職に関わり、数えきれないほど立件されている。重大不正捜査局が中国とインドネシアで、贈賄容疑を調べたが、それらは、共通して、オーストラリア利権のある地域である。ロールス社、チャールズ・スチュアート・ロールズ・チャールズ・スチュアート・ロールズは、 上流階級の家に生まれたスポーツマンで、ケンブリッジ大学在学中から、黎明期のモータースポーツに携わった自動車の尖閣者であった。学生時代には、自動車速度制限法として、悪名高かった赤旗法廃止に力を尽くし、イギリスの王立自動車クラブの前身である、イギリス自動車クラブの設立にも寄与した。大学卒業後の1902年、親友で、 ダック幹部でもあったクロード・ジョンソンを右腕にヨーロッパ社の輸入代理店 CS ロールズを設立して自動車の輸入ビジネスを営みフランス製のパナールとモール後にはベルギー製のミネルバを扱った1900年前後のイギリス社はフランスやドイツに比して技術的に遅れていた見るべきものとしては フレデリック・ランチェスターが開発した先進的な小型車、ランチェスターが存在したが、これは設計が複雑で広く普及するだけの普遍性を欠いていた。当時のイギリスの自動車市場をリードしたのはフランス車であった。チャールズ・ロールズも大型のフランス車に乗ってレースに出場しており、1903年にダブリンで93マイルパーアワーの世界速度記録を達成した車は、 自ら輸入したモールであった。チャールズ・ロールズとクロード・ジョンソンはイギリス人として欧州大陸の水準に被験し得るイギリス社が存在しないことを常々残念に思っていた。ロイス社、フレデリック・ヘンリー・ロイスフレデリック・ヘンリー・ロイスは林間ーの貧しい製粉業者の家に生まれ、9歳で働き始めてから苦学を重ねて一級の電気技術者となった立志店中の人物である。 1884年20歳で自らの名を冠した電気器具メーカー、カイエイチ・ロイスをマンチェスターに設立した。努力家で完全主義者のロイスは火花の散らない安全な発電機とモーターを開発して成功を収め、さらに従来は人力に頼っていた小型低地クレーンを扱いやすい電動式に改良して成果を上げた。1902年に 長年の過労で体調を崩して療養を進められたロイスは療養中にフランスのドコービル製のガソリン自動車 12HP を購入した。ところがこの車は扱いにくい上にたびたび故障を起こし幾度修理を重ねてもまともに実用にならなかった。ロイスは強い不満を感じた。その頃人件費の安いアメリカやドイツのメーカーがカエイチロイスの市場に 競合相手として出現してきた。ロイスと共同経営者のアーネスト・クレア・モントは、新しい分野の市場を開拓する必要に、迫られていた。そこで、自動車の将来性に着目したロイスは、自ら自動車を製作することを決意した。1903年から、自社の優秀な電気工数人を助手として、マンチェスター・クック・ストリートの自社工場で開発に着手。 昼夜を継いでの開発作業の結果、極めて短期間のうちに試作車を完成させた。1904年に完成した 11P は、カイヘッドの直列に気筒 1800cc エンジンを前方に搭載し、三段変速機とプロペラシャフトを介して後輪を駆動する常識的な設計だった。気を照らわない。 堅実な自動車で運転しやすく、極めてスムーズで安定した走行性能を示し、実用面でも十分な信頼性を持っていた。メカニズムについては、あくまで単純で信頼性の高い手法を取ったが、トレンブラー高圧コイルとバッテリーを組み合わせた、点火システム、そしてガバナー付けの成功なキャブレターは、当時としては最高に進んだ設計で、エンジン回転の適切なコントロールができた。 4月1日に行われたテストドライブでは16.5マイルパーアワーのスピードで145マイルを走破した。この優秀な小型車にロイス車のすぐ近くで工場を経営していたヘンリー・エドマンズが着目した。彼は CS ロールズの関係者でチャールズ・ロールズが優秀なイギリス車を求めていることを知っており、早速コンタクトが取られた。 15HP1904 年5月4日、マンチェスターのミッドランドホテルで、チャールズ・ロールズとクロード・ジョンソンは、10HP に乗ってきたヘンリー・ロイスに、初めて面会した。10HP 車に試乗したロールズとジョンソンは、その性能の優秀さに、痛く感銘を受けた。ロールズは、ロイス車の販売を一手に引き受けたいと申し出、ロイスもこれを了承した。以後、ロールズとロイス。 そしてクロード・ジョンソンのチームは、相携えて、高性能車の開発、発展に著しく寄与することになる。しばらくは、両社は別会社の形で、ロールス・ロイスブランドの自動車の製造、販売を行った。CS ロールズとロイス自動車部門の合同で、ロールス・ロイスが設立され、名実ともに、ロールス・ロイスとなるのは1906年である。 ロイス社でも経営をコントロールしていたアーネスト・クレア・モントがロールス・ロイスでも経営実務にあたり1907年から1921年に没するまで社長を務めている当初マンチェスターのクックストリートにあったロイスの工場で生産が行われたが1908年にはダービーに本拠を移しているロイスは1904年末から日記等の 10HP とその気頭数を増やして延長した3、気頭 15HP、4気筒の 20HP、6気筒の 30HP を制作。当時のイギリス社の中で、性能的に群を抜いた存在として注目され、自動車先進国であるフランスでも、パリでの展示会で高く評価されるなど成功を収めた。すでに、パルテノン神殿をモチーフとしたとされる。 独特のラジエーターデザインはこの頃に定着していた。20HP は1905年、チャールズ・ロールズらの運転でマンシマ TT レースに出場、検討を見せたが、トランスミッションのトラブルで2位となった。ロールズは、翌年の TT レースでは、雪続を果たし、平均速度39マイルパーアワーの快速で優勝している。シルバーゴースト1906年、 フレデリック・ヘンリー・ロイスは従来の 30HP に代わるモデルとして新型の6機投車を開発した。40、50HP がアたとして発表された。このモデルはロールス・ロイスの世界的な名声を確立した名車として知られている。保守的設計ながらトータルバランスへの入念な配慮を伴って良質な材料と高い工作精度で製作された。 この 7000cc 級の新型車は、当時の自動車の中でも、抜群に静粛かつスムーズな走行性能と、卓越した耐久性を備えていた。1907年夏には、チャールズ・ロールズ、クロード・ジョンソンらの運転により、40、50HP 型のテスト用、モデル、シルバー・ゴースト号が約1万5000マイルの過酷な連続耐久テストを、ノートラブルで走破。 このテスト車の相性がそのまま40、50HP 型全体の通称として用いられることになった。当初、世界最高の6気筒車のフレーズで売り出されたシルバーゴーストは極めて高価であったが商業的にも成功を収めた。後には6気筒を除いて世界最高の自動車と銘打つようになり最高級車の代名詞として世界各国の王侯貴族や富豪に愛用された。 日本においても1922年に大正天皇の御両者にもなっている。以後しばらくの間、ロールス・ロイスは生産モデルをシルバー・ゴースト一種のみに絞り、1912年に排気量拡大などのマイナーチェンジを加えたものの、1925年まで19年間の長期にわたって生産した。 チャールズ・ロールズ自らによるモータースポーツへの取り組みは初期ロールス・ロイスの大きな宣伝効果になっていたが、これは彼が当時のイギリス上流階級に見られた冒険的スポーツマンの一人であったことも背景の一つであった。チャールズ・ロールズは1898年に初めて気球に乗って以来熱心な飛行家にもなり、後にはライト兄弟とも親交を結んだ。 さらにロールズは大学での学友で自らの事業協力者でもあり、後年政治家となったジョン・ウー・アブ・ラバゾンに次いでイギリスで二人目の公認パイロットとなり、余暇には飛行機の操縦に熱中した。しかし、黎明期の未熟な航空機での飛行は極めて危険なものであり、ロールズは1910年7月12日、ボーンマス国際飛行大会で蒸気の墜落によって事故死した。 翌1911年に、フレデリック・ヘンリー・ロイスは大腸がんを患い、手術を受けて、かろうじての証拠を得たが、以後修正人工肛門装着を余儀なくされ、かつてのような激務は困難な身となった。それでもイングランド南部やフランス等での天地療養を続けつつ、クロード・ジョンソン、クレア・モンドラの助けを借り、巧みに経営と技術の舵取りを行った。 宣伝役と言うべきチャールズ・ロールズを失ってからも、ロールス・ロイスの経営は、堅調に継続されたのである。ホークエンジン。その構造には、シルバー・ゴーストとダイムラーの自動車用エンジンからの、ノウハウが活かされている1914年8月に第一次、世界大戦が勃発したが、開戦と同時に、ドイツのダイムラーの最新型グランプリレーシングカーが、イギリス軍当局によって没収された。 このレーシングカーは、ロンドンのショールームにちょうど展示されていたものであったが、当時最先端のサイチェシー同弁機構を搭載していた。サイチェシーのシステムを航空用エンジンに技術移転できると見込んだ。イギリス軍はロールス・ロイスに開発を持ちかけた。フレデリック・ヘンリー・ロイスは、ダイムラー製エンジンを参考に、サイチェシー機構を搭載した飛行船用 70HP エンジンの ホークを開発する。当時の航空用としては、珍しい直列系水冷エンジンであったが、信頼性は高かった。以後、ロールスロイスの航空用、レシプロエンジンは、直列型と V 型の液冷式を採用して、実績を上げた。その結果、第一次世界大戦終戦後、ロールスロイスにおいて、航空用エンジンは、自動車と並ぶ、重要部門となっていた。 ファントムアイランドオレドビルファントム3フーパーセダンカドビルシルバーゴーストの後継モデルとして1925年には高出力のオフエンジンを搭載し機械式サーボシステムによる強力な四輪ブレーキを装備したファントムアイが開発された。これに先立つ1921年にはシルバーゴーストの大きな市場であり当時輸入車に 高額の関税を課していたアメリカ市場への対策としてアメリカ工場が開設され左ハンドル仕様のシルバーゴースト1701台ファントム二1 2 4 1台を生産したがビジネスとしては失敗に終わったたとえ高額の関税込みであろうとイギリス製のロールスロイスが欲しいというアメリカの富裕層の心をつかみきれなかったのであるこれらはボディメーカーが アメリカ系のため、イギリス本国生産モデルとは著しく異なるスタイリングをしており、ラジエーター以外は、キャデラックかパッカードなどのアメリカ社地味た外観だった。1929年の世界恐慌がとどめを刺す形になり、1931年にはアメリカでの現地生産の中止を余儀なくされた。以後のロールスロイズの最上級モデルは引き続いて、ファントムの名を与えられ、 1932年には、低照射足のファントム2。1936年には、当時最先端のウィッシュボーン式独立喧嘩と、V 型12気筒エンジンを備えた巨大なファントム3を送り出している。20HP 一方、1922年には、シルバーゴーストより小型の20形車で、オーナードライバー向けの高級車市場を開拓。 このベビーロールス系は1929年に強化系の 20-25HP に発展。1936年には排気量拡大型の 25-30HP 形に移行し、1938年にはやはり前輪独立喧嘩装備のレースに進化してロールスロイスの市場を広げた。戦後日本の内閣総理大臣になった。 吉田茂は第二次世界大戦前に外交官として英国に赴任していた当時、私費で1937年式 2530HP フーパーセサルーンを購入して日本に持ち帰り、総理在任中も含め講師において修正愛用した。これは日本に残るロールスロイスの中でも特に有名な一台で2013年時点でも稼働状態で現存する。 第二次世界大戦以前のロールスロイスは、材質や工作制度において、常に高い水準を維持し続けた。また、走行性能の面でも、同時期の高級スポーツカーに引けを取らない水準を保っていた。特注で、クーペボディを乗せれば十分に、グランツーリスモとして通用する車であった。シルバーゴーストで確立された、卓越した。 耐久性の高さも突起に値するもので、特に大型モデルの頑丈なシャーシは、走行車ボディの下層にすら耐える強度があった。耐久性確保対策の一例として、通常のリーフスプリングは、両端部でリンクを通すための穴である。I は、最長となるリーフの端を巻いて成形するところ、ロールスロイスのリーフスプリングの I は、単造によって、スプリング端部を厚く成形し、穴開け加工して作られた。 通常はコスト制約で容易に採用できないやり方で強度へのこだわりが伺える。なお1920年代までは高級車オーナーはボディのないベアシャーシを購入し外部のコーチビルダーに発注して好みのボディを仮装するのがロールスロイスに限らない馬車時代からの伝統であった。しかし世界恐慌以降の九百三十年代からはレディメイドのボディが一般化し ロールス・ロイスも有名コーチビルダーのパークウォードや H.J. ミュリナーで標準ボディを仮装させることになった。1931年にはルマン24時間レースなどで数々の勝利を収めながらも経営不振に陥っていたベントレーを創業者ウォルター・オー・ベントレーから譲り受け自社ブランドとした。以後のベンレーは1990年代までロールス・ロイスのバッチエンジニアリングによる オーナードライバー向けで、幾分スポーツカー的なニュアンスを加えた姉妹車として、存続した。フレデリック・ヘンリー・ロイスが1933年に死去し、これを受けて、ロールス・ロイスは、R、R エンブレムの赤字部分を、ロイスの藻に服して黒字に変え、現在でもこれは踏襲されているが、これには、生前に、ロイスが、黒の方が美しいとして変えさせたという説、単に顧客の、 赤だとボディの色と合わないのでどうにかしてくれとの要望に応えただけという遺説もある。マーリンエンジン1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると自動車生産を中止し航空用エンジンをはじめとする軍需生産に特化した。ダービー工場は軍需工場としてドイツ空軍による爆撃の被害を受けている。なお、 ロイスが最晩年に手掛けた液霊 V 型12気筒エンジンは、マーリンの愛称で改良を重ねつつ、第二次世界大戦中を通じて大量に生産された。マーリンは、戦闘機のスピットファイアやハリケーン、爆撃機のランカスター、偵察、戦闘爆撃機のモスキートなど、数多くのイギリス製軍用機に搭載され、イギリス本土防衛戦や、対独攻撃において、大きな成果を上げた。 また、第二次大戦での最優秀戦闘機ともされる、アメリカの P-51 マスタングは、マーリーを搭載したことが成功の一因と言われている。最後のシュナイダードルフィーレースに勝利した、水蒸気、スーパーマリン S6 バイト用のエンジンをもとに、開発されたグリフォンエンジンは、マーリーにより、さらに強力なエンジンで、後期型スピットファイアに搭載された。 シルバーレースシルバークラウドシルバーシャドウ第二次世界大戦後の1946年工場はダービーからクルーに移転され1947年からシルバーレースの生産を開始した第二次世界大戦後もロールスロイスは古くから培ってきた名声によって広い販路を得ると共に特に本土がほとんど戦果を受けなかったアメリカを主なマーケットとして販売を伸ばし続けた なお、第二次世界大戦後のロールス・ロイスの外見は、流線型や、テールフィンなどの流行を取り入れていった。アメリカ社やドイツ社と比べ、ナイフエッジと呼ばれるデザインが代表するように、イギリスの伝統に従って、ごく保守的であったが、性能は常に、時代ごとの水準を満たしていた。第二次世界大戦後の最上級リムジンとしては、1950年に、復活した。 ファントム4を皮切りに、1959年に、ファントム V、1968年には、ファントム6が登場している。なお、第二次世界大戦前からの長きにわたって、イギリス国王のご両者はデイムラーであったが、1955年に、ファントム4が、エリザベス二世女王のご両者に採用され、念願の頂点を極めている。また、ファントム4は、 昭和天皇のご両者としても短期間使用されている。また、それよりもより量産向けのモデルとしては、シルバーレースに代わり、1949年に初の戦後型モデルとして、シルバードーンが発表された。その後1955年には、ロールスロイスとしては、初の流線型デザインを採用した、シルバークラウドに進化した。1965年に発表された、 シルバーシャドウとそのホイールベース延長型、シルバーレース2、ベントレーでは、T 及び、コーニッシュ、コンチネンタルでは、降臨独立喧嘩が導入され、車体は、フルモノコック構造となった。また、ゼネラルモーターズ製の3段 AT を、オプション設定するなど、これまでのモデルに比べて著しく近代化されている。またにドアバンをコンバーチブルにした。 高日ュも1971年に追加されている。第二次世界大戦中からジェットエンジンの開発を始めており、1949年に初飛行した世界初のジェット旅客機、デハビランド DH-106 コメットの第に、世代モデルにも同社性のエンジンが搭載された。しかしながら1960年代、大型ジェット旅客機、 L-1011 トライスター向けに開発中だった新機軸を大幅に盛り込んだ RB211 エンジンがトラブルを招いた。同エンジニーの搭載が試みられた炭素繊維複合材料製のターボファンブレードであるハイフィルはバードストライクの試験に合格できずまた採用試験運転中にファイバーが剥がれ落ちてしまう事故も発生した。振動特性の違いなどから ターボファンのみを通常の金属製に変更することは不可能であり、エンジンすべての再設計が必要となった。この経過は、ロールスロイスにとって莫大な経済的損失となった。RB211 エンジンの失敗などによって、ロールスロイスの財政は逼迫。1971年にはついに経済破綻し、公的管理下に置かれた。同社は、 イギリス国有化されることによって消滅を免れた。その際には当時イギリス最大の自動車メーカーとなっていた国営ブリティッシュレイランドの参加になることも噂されたが最終的にはロールスロイスとして独立を保った状態のまま国有化された。自動車部門カマルグシルバースパーベントレーターボハールシルバーセラフ国有化後の1973年自動車部門は 分離、民営化されることが決定した。売却先は、当時同国の大手メーカーであったビッカースであり、社名は、ロールスロイスモーターズとされた。1975年には、ピニンファリーナによるデザインを持つニドアクーペで、ファントム以外では最高価格となる、カマルグが登場した。さらに1980年には、シルバーシャドウを継ぐ、新モデルとして、空力を意識したデザインに、 車高自動調整機能付きの後輪独立サスペンションや角型ヘッドライトを備えたシルバースピリットとそのホイールベース延長型シルバースパーベントレーではミュルザンヌが登場した。1985年にはロールスロイスのバーチエンジニアリングを脱出し,しようとしたベントレーが1982年に導入されたミュルザンヌターボをベースに燃料噴射装置が付けられた。 ターボエンジンと強化された足回り、そしてボディ同色に塗られたフロントグリルや新しいデザインのアルミホイールなどを備え、性能の向上とともにスポーティー感を増したたモデルターボ R を発表した。ターボ R は世界各国で大きなヒットモデルとなると同時にベントレーのブランドイメージを大きく塗り替えることになり、これまでロールスロイスの販売台数を超えたことがなかった。 ベントレーが初めてロールスロイスを超えるなど低迷していたベントレーを蘇らせるきっかけを作った。1992年に近代化と新型エンジンの開発コスト削減のためロールスロイスモーターズはドイツの自動車会社 BMW と提携した。その後デビューから20年近くが経過し急退化していたシルバースピリットの後継モデルとして1998年3月に 発表されたシルバーセラフには BMW 製の V 型12気筒エンジンが搭載されることになった。なお長年作られていたファントムは受注生産状態を続けたものの BMW との提携が開始された1992年に生産中止となった。またベースモデルのシルバーシャドウが1980年に生産中止になっていた後も生産されていたコーニッシュは 1996年に生産中止となった。1998年に親会社であるビッカーズはロールスロイスモーターズの売却を決定した。売却先は提携関係にあった BMW が有力であったものの、買収に成功したのは最高額を提示したドイツのフォルクスワーゲンであった。その後フォルクスワーゲンは BMW からエンジン供給を受けることによって、ロールスロイスの従来モデルを2002年末まで製造、販売した。2003年1月に、BMW とフォルクスワーゲン両社間の契約に基づき、ロールスロイスのブランドを冠した乗用車は、BMW が製造、販売し、フォルクスワーゲンは、ベントレーのみを製造、販売継続することとなった。 ロールスロイスブランドの乗用車を生産、販売する権利を得た BMW は、同年、新会社、ロールスロイスモーターカーズを、イギリス南部のウェストサセックス州グッドウッドに設立し、現在まで同ブランドの乗用車を製造、販売している。工業部門航空用エンジンの製造、販売を中心とする、工業部門は、1973年に、自動車部門が分離、民営化されて、 以降もイギリス国有企業として存続した。航空機用エンジンのほか船舶、防衛、エネルギー関連などの政策、販売を続けていたが、マーガレット・サッチャー政権下に再度の民営化が決定され、1987年に民間企業、ロールス・ロイス・ホールディングスに業態転換した。輸入車の変遷は以下の通りである。2001年、 コーンズ2002年から2003年、ホルクスワーゲンアウディ日本2004年、ロールスロイスモーターカーズリミテッド信頼性、静粛性、アフターサービスについて、数々の伝説がある。ロールスロイス社のエンジン出力は、シルバーゴースト初期型で 48HP、後期型で 65HP とされるが、この当時以来、公式には常に、秘密のままであった。 単に、必要十分な性能とだけ表現され、実際いつの時代のモデルも同時代の水準にし、その言葉通りに必要十分以上の性能を出していたのである。無益なカタログ馬力競争に背を向けた一つのポリシーとも言えよう。しかし、ドイツの法律では、近年自動車税の課税基準が出力によるものであり、ドイツ資本が入ったことから、 正確な出力表示が求められるようになり、1990年代末期以降のモデルでは出力を表示するようになっている。ロールスロイスのラジエーター頂点に立つ羽を広げた精霊像はスピリット・オブ・エクスタシーの名で知られる。高品質なイギリス製品を指して、ジンのロールスロイス、シングルモルトのロールスロイスなどといった歌い文句が広告で使われることがある。 もっともロールスロイスから、この種の呼び方を正式に認められていたのは、第二次大戦前の高級オートバイで、高品質、高性能によって、オートバイのロールスロイスと呼ばれた、ブラフ・シューペリア程度であった。なお、ロールスロイスの愛用者でもあった、トーマス・エドワード・ロレンスが乗車中に、事故死したバイクもブラフ・シューペリアである。ありがとうございます。